皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてこのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あるものを食べるとですね、帯状疱疹になった左足のかゆみがね、強く出ることがね、分かりました。まあ、あるものを食べるというか、それは普段からもちゃんと食べているもので、久しぶりに食べたからというわけじゃなくてですね、普段よりも食べ過ぎたからとね、表現する方が正しいというか、僕には合ってるかなと思うので、そう表現させてもらっております。で、そしてそのあるものというのは何かと言いますとですね、食パンなんですよ。みんな大好き食パンやったんです。ここ最近ですね、その体重をね、減らすことを気にしててね、割とその塩分をね、多く含むそのパンっていうのをね、食べてなかったんですよ。毎朝ね、その冷ましたおかゆと納豆を食べていました。その帯状疱疹のかゆみが出てきてきだしたその5月の末頃もね、その朝食っていうのはね、続けてたんです。でもね、その朝にね、お米がなかった時っていうのは、たまになんですけども、渋々ね、食パンをね、食べてたんです。その炭水化物として、でも、もちろん炭水化物もね、食べなダメなんでね、その三大栄養素っていう、その炭水化物、タンパク質、脂質っていうのを取らなダメなんでね、人間はね。だからそのね、炭水化物っていうのをしっかり食べることとして、食パンを焼いて、で豆乳で紅茶を割ったソイティーをね、それに浸してひたパンにして食べてるんですけども、そのね、朝にね、食パンを食べた日はね、昼頃からね、足が痒い日がね、強かったかなっていうような気がしてます。ほんでね、これまでですね、毎朝冷ましたおかゆとね、納豆を食べてたんですけども、体重のことと、血液検査のことをね、改めて考え直して、その朝のおかゆをやめて、お米をやめて、ゆで卵と納豆という生活をね、送ってたんです。で、そんな日々を送ってたらですね、その帯状疱疹の症状もね、もうやがて収束を迎えてね、たまにしか症状が出ないようになりました。で、その時に、今度はね、卵を買い忘れた時っていうのはね、おかゆか食パンかっていうのをね、食べる日がやってくるんですよ。そして昨日、ようやくね、その自分の体で確信が持てたんです。昨日ね、だからその、お米もね、炊いてるお米もね、前の晩に食べてしまっててなかったんですよ。だから食パンしか残ってなくて、でも卵もね、買い忘れてたんで、ゆず卵もできなかったんですよ。だから昨日の朝にね、その食パンを食べたんで、そのお昼頃からね、やっぱり足が痒くなってきたんですよ。それまでのゆで卵と納豆の日は、かゆみが目立つことはね、ありませんでした。おとといの朝ごはんで食べたゆで卵と納豆の日っていうのは、ほんまに足のかゆみがね、なかったんですよ。だから確信が持てたことをね、いいことにですね、かゆみと炭水化物っていうのは何か関係があるのかなと思ってね、調べてみたらですね、アトピー性皮膚炎のかゆみに関しての情報を見つけました。僕はね、アトピー性皮膚炎ではなくてですね、帯状疱疹後神経痛によるね、かゆみなんですけどもね、同じかゆみについての情報なので、読み進めるとね、こんなことが書いてあったんです。ある男性がですね、小さい頃からね、そのアトピー性皮膚炎によるね、かゆみにね、悩まされてたんですよ。その病院の治療からも、民間療法も、食事療法までもね、いいと思えば何でも取り入れるようにしてたらしいんですよ。ね、その気持ちすごいわかる気がするんですけども、ほんでね、その人っていうのは何でもこう取り入れてやってきましたけども、症状は良くなったり、悪くなったりの繰り返しだったようなんです。そんな時にね、その男の人がね、高校生の時にね、今までの病院の先生とはこう真逆のことをこう言うてくるね、その先生にね、出会ったらしいんです。で、今までの、その病院の先生っていうのは、そのね、皮膚科で言ってた、そのアトピー性皮膚炎で言ってた皮膚科の先生っていうのは、お肉を少なくして野菜や玄米などを中心に食べなさいっていうふうにね、言ってたんですけども、そのね、新しく出会った先生っていうのは、
お肉をたくさん食べてご飯を減らしなさいというふうに教えられたようなんです。でその人はその先生の言われた通りにね、タンパク質を中心に、まあ、お肉を中心で、まあ、ご飯など その糖質っていうのをこう ある程度まあ減らすという食生活を始めてはったらしいんですよ。始められたらしいんですよ。まあいわゆるね、糖質制限ですよね。その糖質制限を始めてから痒みも徐々にこう収まってきて、まあ症状もひどくなると思ってて使ってたそのステロイドのもね、まあ、自然とね使わなくて良くなったみたいなんです。まあね、糖質制限っていうのはね、まあ元々はその糖尿病のね食事療法でね注目されるようになってきてたんですけどもね、アトピー性皮膚炎でのね食事療法にね進めるその病院やね先生もね最近はね増えてきてるようなんです。もちろんね、糖質制限がこう全てのアトピーとかの痒みっていうのに、まあ、効果があるわけかどうかは分かりませんし、まあ、その他の、ね、食事療法が体に合ってる人もいてると思いますけども、まあね、その治療や、ね、食事療法などでいろいろと試してみてなかなか改善されない人っていうのは、まあそのね、糖質制限っていうのもね、まあ、ちょっとね試してみる価値もあるんかなと思います。まあ、僕は皮膚科では、ね、食事に関しては何の指導ももらえませんでしたけどもね、まあ、ここ最近の僕はね、それで身をもって体験したことによってね、その今の体の状態はではマシになるということに、ね、気づくことができました。まあね、その情報に載ってた人の話とはまあ真逆だったんですけどもね、その人は、糖質を制限して、マシになったよと、僕は糖質を取って痒くなったよっていうようなことなんで、まあ、結果的には一緒なんですけど内容逆やんっていう感じでしたね。あとはね、これも書いてましたね、あの食物繊維のね摂取不足ですね。これもね痒みが出てくる原因の一つとされています。あのこれに関してはね、僕は当てはまらない自信があります。これまでね散々野菜生活を続けてきてますので、まずありえへんやろうとはね思ってるんですけどもね、まあその食物繊維に関する大事なこととして話しますとですね、食物繊維が不足するとね、まあ、腸の機能がね衰退しやすくなってね、もうね弱くなってきてね、その免疫力にまで影響しやすくなってるんですよ、なってくるんですよ。でその腸のね周辺にはね、その免疫細胞がね数多くありましてね、その腸の機能がねその、まあ、弱くなってくると免疫細胞に悪影響が及んで、もう体全体の免疫のバランスが悪くなるんです。とね、免疫のバランスがね悪くなるとね、そのまあ肌とかがね、そのホコリや花粉とかにね、その過剰に反応するようになって、その痒いわーっていう痒みをね感じることがあります。またその体内に、ね、毒素などのねいらないものが溜まりやすくなってね、まあ、肌荒れを起こして痒みを感じることもあります。あとはね、ビタミン類のね摂取不足ですね。まあ、体が痒くなる原因の一つにね、まあ、肌の乾燥っていうのが挙げられます。そんな肌の乾燥を予防するためには、ビタミン類は必須です。まずはビタミン C ですね。これはあのコラーゲンの生成に必要なあの栄養素でして、まあ、不足するとね、肌の乾燥を招いてしまいます。またね、その肌の老化をね、予防する働きもあります。まあ、肌が老化することでね、肌の乾燥もね、促進してしまってね、肌が痒くなることもあります。続いてアーモンドなどの、ね、ナッツ類に多く含む、ね、ビタミン E です。ビタミン E は、ね、血行促進して新陳代謝を、ね、あの活発にしてくれる働きがあります。また、ね、抗酸化作用が強くて、ね、とても強くて、まあ、あの活性酸素から、ね、その肌細胞っていうのを、ね、もうお肌を、ね、保護する働きを、ね、期待できます。で次は、ね、人参とほうれん草ピーマンの、ね、もうビタミン A でございます。人参って言ったらビタミン A ですよね。お肌の角質層の、ね、天然保湿因子 NMF っていうのがあるんですけど、それを作るのを、ね、促進させてくれたりね、皮膚や、ね、粘膜を、ね、正常に維持してくれる働きがあります。そのビタミン A が、ね、不足すると、ね、角質層の、ね、保湿力が、ね、低下してきて肌が乾燥傾向になってかゆみにつながることもあります。続きましてね、牛とか豚とか鳥とか馬のレバーとかね、うなぎに含まれるビタミン B 群でございます。まあ、ビタミン B 群っていうかビタミン B 全体的ですね。ビタミン B ってめっちゃあるじゃないですか。まあ、今日は、ね、全部お話できませんけども、その肌のターンオーバーをね、その正常に維持する働きがあります。不足するとね、その乾燥とねニキビにつながるんですよね。だからしっかりねレバーはね食べておきたいですよね。次はね、海の牡蠣に多く含む亜鉛です。亜鉛ね、亜鉛なんかね、僕ら美容師だからこう髪の毛にねすごいね影響ありますよってね言うてね、すごいお客さんにね亜鉛食べてください、牡蠣食べてくださいって勧めてます。でその亜鉛っていうのはその肌と髪の毛と爪ねの健康を、ね、保つためにですね必須の栄養素なんです。
まあ、不足すると、まあ、肌のかゆみもちろんそうですけど、あと湿疹ね、あと皮膚炎などをね起こすこともあります。その他はですね、鉄分不足でもねかゆみが出るようなんです。まあ、鉄分不足によるね貧血っていうのはね有名な話ですけどもね、鉄分によってかゆみを生じることもあります。まあ、しかしながらね、その鉄分不足によるかゆみの原因っていうのはね解明されていません。でもね、鉄分っていうのは肌の張りを保つコラーゲンとか、まあ、エラスチンなどのね結合組織の代謝にね大きくね影響を与えます。そのためにですね、鉄分が不足するとね、その肌の老化を促進させてしまってね、バリア機能が衰えることによってかゆみが生じるのかもしれませんね。もうかゆみというのとね栄養っていうのはですよ、深い関係がねあるんです。まあね、毎日バランスの良い食事をね取ることでね、栄養面がねそう原因となるね肌の乾燥かゆみっていうのはねある程度予防することがね可能なんですよ。逆にね、食生活の乱れっていうのが続くとですね、まあ、肌は敏感に反応してしまいがちになって、肌トラブルをね起こしやすくなります。まあね、肌が乾燥するかゆいなどのね悩みを抱えている場合はですね、まずは今までの自分の食生活を見直して、まあ、改善することがね、あの症状の回復への、ね、近道になりそうです。まあね、食パンを食べへんかったらこう、ね、我慢できへんかゆみにね襲われることはね、まあ、なさそうなので、とりあえず今は控えておきます。このことはね、ちゃんとね皮膚科でもね聞く予定です。ちゃんと報告しています。先生、パン食べたら足かになりましたわ言うてね、まあそんなもん関係ないわって言い切られたらね、またそれはそれまでですけども、何らかがね反応してねかゆみが出てるはずなのでね、まあ、快適にね、あの、まあ、生活ができるように食パン食べない生活をね検証していきます。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。